まず最初はワンショットで全てのボールを落とすアーティスティックショット。テーブルに並べられたボールを一突きで全て落としていただきます。まずは5個ハーフムーン。続いて6個のボールが6箇所のポケットに入るバタフライ。Yes, it's beautiful! 続いては8個エッグボールポケット。手玉の置き場所一つが命取りとなるかなり高度な技。それも見事に決めてきた。続いてなんと16個。ビリヤードのボールは本来15個、それより1個多いパーフェクトショットプラス1、プロでもやらないミラクルショットに挑戦。続いては何やら女の子から6番ボールを受け取ってコーナーポケットの前に置きました。そしてグラスを6番ボールの前に。この状況でも全てのボールを落とすというのでしょうか。慎重に白玉をセットするミスター酒井。1番から5番までポケットに残す6番ボールは、あー、なんとスーパープレーの中にユーモアを織り込む。セッティングが始まったようです。これは15個のボールを使ったスネークショット。手元にある白玉を突きボールを突きつけに当て15番ボールをコーナーに落とす大コンビネーション。これは難しいぞ。お見事、15個のコンビネーション決めてきました。続いて聖書からヒントを得たモーゼショット。グラスにボールを当てることなく1番ボールが他のボールをかき分けてサイドポケットに。まさにモーゼの10回1番ボールポケットイン。さあ今度は2次元から3次元への挑戦。白玉をジャンプさせ瓶に乗っているボールとジャンプ台となる6番ボールをポケットに入れるというジャンプポケット。どうだどうだどうだ。Jesus, just like a magic! ジャンプさせるだけでも難しいウルトラショット。その上白玉以外は全てポケットイン。まさにミラクルショット。続いてはアーティスティックショット最後の大技シャンデリア。ボールとラックを積み重ねた見るからに不安定な台、その上になんとキャンドルを乗せていきます。この窓はいつ崩れてもおかしくないこの台の一番下にある1番ボールを白玉で弾き出すという荒技。果たしてそんなことが可能なのか。2003。ここからはさらに高度なスーパーショットの世界へ。ビリヤード界最高峰の技に酒井が挑戦します。まずは最初についた白玉がポケットに入る前に全てのボールを落とすスーパーマンマシンガン。
ボールコントロールとスピードコントロールを瞬時に行う、まさにスーパーテクニック。続いては幻の技といわれるブーメランマッセ。ボールがブーメランのように戻ってきて9番ボールを落とすというのだ。この技を成功させるには球の角度、力加減、さらに白球を寸分も狂わずつかなければならない。積み重ねるというだけでも神経をすり減らす超高度な技術。その上この技は上のボールを落とさないようにジャンプボールで下の球だけ落とすというのだ。臨場のダルマを出し、そんなことができるのか。2003もいよいよ大詰め。次なるスーパーショットはコイン飛ばし。コインをクッションに置き白玉を当てることでコインをグラスに入れるというウルトラシュー。果たしてコインは飛ぶのか。いきます。いよいよ最後の大技。今度はなんと2メートル離れたグラスにコインを入れるというのだ。ゴルフのホールインワンに匹敵するスーパーショット。プロでもできないこの大技に今夜酒井が挑戦する。跳ね返った。いやこの技は難しいのか。